どうも皆さん、こんにちは。レックス専任講師の丸明です。これから専門マスター経済言論に第7回目のまとめ講義を始めています。それではテキストをご覧ください。7回目は労働市場、古典派とケインズの考え方が違い重要でした。テキストはパート 3ADAS 分析になります。95ページから、まず簡単に古典派とケインズの労働市場の考え方の違い、これをまとめてみます。まず古典派は簡単に言いますと、労働市場、労働需要と供給が完全雇用が必ず成立するということでした。これもあっさり言っちゃいましたけど、すごく大変でしたけど、必ず完全雇用です。実際は賃金とか価格が臨機応変に動く伸縮性を仮定しています。P 物価水準、 W が名目の賃金、貨幣賃金率が自由自在に動くので、不況だったら労働者がたくさん余っているので時給が下がっていくので完全雇用が成立するという立場です。これに対しましてケインズ、労働供給の方の考え方が古典派と違ってましたので、名目賃金の下方硬直性、この言葉がポイントです。名目賃金の下方硬直性があるので不完全雇用になります。以上、労働市場は大体文章題で中心に出てきますので、問題集の必修問題に載ってますが、対比して理解しておけば結論は導きますので、重要ポイントは古典派は完全雇用、ケインズの方は不完全雇用です。名目賃金の下方硬直性、こちらを図のグラフが水平っていうところと合わせて理解してください。で、今回7回目のポイントは ISLM から一歩進みまして、労働市場が入った ADAS 分析、こちらをまとめていきましょう。それではテキストは7回目の最後でした。110ページ、112ページあたり、その辺を思い出してください。基本的にはケインズの立場をまとめておけばいいですので、 ISLM 曲線プラス労働市場、これで ADAS になります。 ISLM 分析っていうのは縦軸が金利、利子率でしたが、ADAS 分析では物価の P になります。横軸は Y、 これは共通です。ポイントは IS 曲線、 LM 曲線が均衡しているところにおける P と Y の関係をたどると、これが AD 曲線でした。テキストは AD 曲線109ページになります。109ページは、特殊なケースもよく出ますので、109ページも思い出していただきまして、ポイントは107ページになります。もう一度言いますと、 ISLM の均衡点において P と Y の動きを捉えたのが AD 曲線、アグリゲートディマンドカーブ右下がりになります。107ページのところに ISLM の交点において P 増加したら Y が増加するっていう関係でしたので、右下がり思い出してください。簡単に言いますと ISLM の交点がありました。そこで物価が例えば下がった場合ですね、物価が下がった場合 LM 曲線 LM 曲線貨幣供給はどうなります？マネーサプライが一定でも物価が下がれば実質貨幣供給量は増えます。分数が5分の1から4分の1、3分の1、だんだん大きくなります。よって、最初のP と Y の関係の点があったとしまして、物価が下がるとマネーサプライが一定でも実質的には貨幣供給量は増加になります。これはまさしく P 一定でマネーサプライを増やした LM 曲線右シフトと同じ状況です。ですから物価が下がると実質貨幣供給量増加 LM 右になります。ISLM のグラフを思い出してください。 LM 曲線右上がりが右下に動けば新た均衡点は Y 増加、金融緩和したら国民所得増加します。ということは Y 増加になります。以上、物価が下がると LM 曲線右シフトをもたらし Y 増加なので P 下落 Y 増加しているところで再び ISLM の交点が見れますので、物価の下落 Y 増加、これが AD 曲線になります。財市場と貨幣市場の同時均衡を表している P と Y の反比例右下がり、これも経済言論1と一緒で、なんとか需要曲線っていうのは右下がりと覚えちゃうべきなんです。 AD ディマンドですので、我々リンゴみかん値段下がったら買うよ、普通は増えますよね。ということは、なんとか需要曲線は右下がりと覚えちゃうべきですね。ただISLM の交点から P と Y の関係をたどったグラフです。で、先ほどといいますか、6回目から絡んでいますが、7回目の労働市場、こちらがアグリゲートサプライカーブ総供給曲線と言いました。労働市場になります。労働市場の方の均衡を達成する P と Y の関係が右ありとなります。こちらはテキストの方は労働市場の後続きでお話がありましたので、先に導かれていました。テキストは104ページです。こちらは、物価が上がった場合という話がありましたので、最初の均衡点が、どこかあったとしまして、物価が上がった場合、物価が上がった場合再び労働市場の均衡を考えていきます。基本的にはケインズでしたので、ケインズの労働市場のグラフから思い出してください。物価が上がると実質賃金は下がります。物価が上昇すると実質賃金は下がります。実質賃金 W は名目賃金、貨幣賃金、時給1000円です。100円の商品が200円になっちゃったら、労働者払う1時間あたりの実質賃金っていうのは低下します。企業側としては労働者を雇うコスト、人件費なので、人件費が安くなったですね。労働者をたくさん雇います。もう一度言うと、物価が上がると実質賃金は低下しました。で、労働者に払う賃金が安くなったと考えれば、労働者を雇う人数が増えます。雇用量を増やします。労働者が10人で、例えば100作っていて15人だったら150も作れますので、雇用量増えたら生産量が増えるわけです。ですから物価が上がった時に再び Y 生産どうなるかって増えるわけですね。 Y は増加です。以上、正比例なので物価が上がると生産量が増えるっていう関係ですので、再び均衡はこの点です。たどると右上がりが思い出しました。以上、こんな感じで、頭の体操ではありませんけど、なんで、右下がり右上がりなのかっていうところは、こういう形で思い出せればいいと思います。簡単ではありませんでしたけど、労働市場を踏まえたエース曲線でした。ただケインズの主張が中心だったのを思い出して、先ほどの109ページのところの AD 曲線とか特殊な形しっかり押さえましょう。それでは皆さん、以上で7回目のまとめ講義終了します。どうもお疲れ様でした。